皆様尺八演奏家藤原道山ですふうがちくラジオ何かをしながら気楽に聞いてもらえる尺八チャンネルとして始めました今回十二回目となります出演メンバーをご紹介していきましょうそれではそれぞれ名前お願いします村沢宝山です田辺圭山です柴光山です長谷川翔山です風間善二です 笠原道寿です師匠の分散です以上のメンバーでお届けしますさて今回はまず前回十一回のラジオでプレゼント企画をいたしましたがその結果発表を行いたいと思います発表は村沢君からお願いしましょうはいわかりましたそれでは SNS 担当の私の方から前回の抽選の結果を発表させていただきたいと思います今回 ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、それぞれで各色紙の当選者が1名ずつ、そしてさらに CD の当選がすべての SNS から1名ということだったんですけれども、えー、なんと応募の方がですねツイッターの方で1名、フェイスブックで1名、そしてインスタグラムはゼロという結果になりましたので、<laughs> <laughs> なんと今回はですね応募者全員当選という結果になりましたおめでとうございますおめでとうございます。 それでですね、CD と色紙どちらが当選かということはですね先ほど収録前にメンバーで厳正なる抽選を行いましたのでその結果を発表させていただきたいと思います CD の当選は Twitter の方で応募いただきました TJ 中島さんですおめでとうございますおめでとうございますそして Facebook で応募いただきました橘博さんにはメンバーのサイン入り色紙を お送りりいいたたししまますありがとうござお二人には後、えー、ほど景品の方送らせていただきます。はいということで今回、まあ宣伝もほとんどしていなかったこともありましてですね、まあ、再生回数見てもあまりいってないんですよね、うん、で、えー、応募期間は1週間ということだったんですけど2名ですね。<laughs> いやーもうわれわれの人気のほどが知れますねもうこれはちょっと <laughs>、はい、えちょっと今年はもう少し頑張りましょうはい広に力を入れていきたいですねはいそうですね、はいろいろとまた企画を考えてですね活動していきたいと思いますので皆さんどうぞお見捨てなきようよろしくお願いしたいと思います <laughs> よろしくお願いしますさて これからの活動の一つなんですけども今週末1月の23日の土曜日24日の日曜日なんですがテレビ朝日系列の「題名のない音楽会」に私たち出演させていただきましたその時はですね和楽器でビートルズということで、えー、お届けした、えー、企画だったんですけども。 まあちょっとその時のことなどですねお話をしていきたいなというふうに思っておりますそれでは今回出演したのは私を含めて5人のメンバーでした田辺さんと柴さんと長谷川くんと風間くんというメンバーでしたけどじゃあ1人ずつ収録の感想など聞いていきたいなと思います 田辺さんいいかかがですかはい、まず今回はですねあの我々が演奏させていただいたのは「メタル尺八」という金属でできた楽器で、えー、と演奏してみようっていうことだったのであの普段とはね違う楽器初めて持つ楽器を、えー、演奏させていただいたのでそれが非常に なんて言うんてうでしょうねドドキドキでもあり、うん、でまた竹とちょっとね違う響きというかあのテレビでどこまで伝わるかなっていうのはあるんですけれどもあのそういったね違いを楽しんで演奏させていただきましたそうですね私も今回メタル尺八を使ってっていうことが一番印象的だったんですけど。 見た目にも今回の楽曲にはすごいマッチしてたなぁと思いましてさらに見た目っていうところで今回また衣装をね翔野くんに選んでいただいてっていうのもあったのですごい素敵な衣装でみんな出てるのでその辺りも楽しんで聴いていただけたらなと思います。うんはい、長谷川君いかがでした、はい 今回和楽器でビートルズということで我々はメタル尺八を使って参加したんですけれどもまあ先ほどねお話にもあったようにまあメタル尺八だったりとかまあ衣装をね今回もあのコーディネートしてもらったりとかっていうまあ見た目的な面白さもあるんですけれども今回あの参加させていただいた曲いずれも編曲が非常にあの美しいというかかっこいい。 編曲の作品ででしてまあ、そういったところもね。ぜひお楽しみいただけるといいかなと思います。まあ、個人的にはですね。まあ、私、あのフーガ竹院ではね。もう長官担当っていう。<laughs> う皆さんもイメージあると思うんですけれども、<laughs> あの長官のメタルシャカーチオを使ったんですよ。まあ、それがですね。あの、竹のものと比べるとだいぶ重くて <laughs>。<laughs> まあ、そういう素材の違いなんかも。あの。うん 感じながらねあの収録に参加した非常にそういった思い出がありましたねはい風間くんはいかがでしたはい、もうあの皆さんメタルシャカチメタルシャカチっておっしゃってるんですけれどもやっぱコロナで演奏会がどんどんなくなっちゃっておのずと練習量もちょっと減ってたんですけど楽曲の難しさと楽器の慣れなさで久しぶりにあんなに練習したなって感じでした <laughs> もう必死に <laughs> はい で曲もその竹でやる楽曲よりもその指穴を半分開けたメリの音が非常に巧妙に使われている編曲でそこがまた厄介なポイントでですねかなり鍛えられましたはい、はい、あのー、今話にありました <laughs> メタル尺八エアリード X というね、えー、商品名なんですけども、まあ、今回いろいろご協力いただきまして。 まあ試作品のものもままでお借りし長谷川んが演奏しましたその長官の楽器はまだ1本しかないそうなんで、うん、まあこれからいろいろと作っていくそうなんですけども、うん、はいでこんだけまあメタル尺値がそ揃ってですね、えー、一度に集まって演奏したのは多分ないんじゃないかなというふうに思っております。 でまたこのアレンジをしてくれたのがですねザック・ジンガーというアメリカ人のサックス奏者であり尺八演奏家でもあるという方なんですが作曲アレンジもとっても活躍されている方でもありましてその彼のアレンジがね非常にま凝っていて面白かったんですけどもやる方にとっては非常に大変だった。でもも吹きがアレンジしてるんだから我々も できないとは言えないといととうね <laughs>、えー、ところで、えー、一生懸命頑張って演奏しておりますので、えー、ぜひ、はいあのー、皆さんお聴きいただければと思っておりますがそれと先ほども話ありました以上です、はい、今回も聖野文山君がコーディネートしてくれましたが、えー、今回のですね、まあ、コンセプトといいますか特徴とか、えー、いろいろと教えていただければと思います。いいかがでしたはい ま,あまずちょっと最初に言いたたかったのがあの事前にまあ衣装を多分その提供をお願いされるだろうっていうのを長谷川さんからお聞きしていて <laughs> でその後に道山先生からまあご連絡をいただいたんですけれどもその話が全く結びつかなくてその正也さんはメタル尺八でする収録があるからっていう話をお聞きしていて。 道山先生から「ビートルズ」を演奏しますっていうのであの何が何だかよく分からなくて。<laughs> こ<の> <laughs> でこっちはそのあどういうふうに衣装を決めればいいんだろうなっていうのを、まあ、迷い迷い、えー、と考えながら最終的にはまあ「メタル尺八」っていう新しい言葉があったので逆に少しこう古めのスタイルを。 洋服は持って行ってみようかなっていうのでう道山先生には80年代のお洋服を、えー、と着ていただいてかっちりとしたものを着ていただきました<ー>で他の方たちは銅山先生が少しオールドスタイルなのでもう皆さん新しくあと今回ちょっと初めてだったのが、えー、と女性の方が2人いらっしゃるっていうことだったので僕もレディースのものは持っていなかったので田辺さんには。 少し、えー、と全身レディースで、えー、固めていただいたんですが芝さんは、えー、と実はどっちもメンズのものであそうなんですねで <laughs> あ知らなかったジャケットが丈がすごく長いのでそれを、えー、と上だけ少し脱いでいただいて見方によればオーバーオールのような形で着ていただきました。 でそうですね全体バランスがこう長谷川さん風間さんは白と黒の服を基調としてで女性の方は黒お二人とも黒っていう形で何、えっと、て言うんでしょうセンターから分けて、えー、色がアシンメトリーだ、まあちょっと難しい話なんですけど折り合わない色の配色を考えてやってみました。以上です いやーもうなんかすごい熱弁でごございいいましたねはい、すごい考えてくれたいたんだなというふうに思いましたし、えー、私はオールドスタイルで、はい、他のみんなは新しい感じとまあ年齢に即した一装だったのかもしれませんが、はいまあ、その辺りもですね皆さんあの見て 楽しんでもいただければなというふうにも思いますが本当にあの今回も翔、えー、野君ありがとうございました。ありがとうございましたさてあの個人的な活動、えー、今ねまだちょっとあのお話聞いてなかった、えー、お二人いますので、えー、ちょっと伺いましょう笠原さんはい、はい、間もなく卒業ということでございますが、はい、今どんな感じでしょうか、はい 今は今月末にですね。卒業の、まあ試験を。兼ねた卒業演奏会というものがありまして。それに向けて準備をしているという。ところではあります。今学校には行けてるんですかね。学校は。休校要請がないので。まあ、かにはよるんですけれども。普通に尺八は。あのレッスンとか。 合わせとかはみんなでやっていてっていう感じでただ今回はその卒業の演奏会も普段なら公開でいろんな方をご招待してっていうふうにできるんですけれども残念ながら無観客でという形になってしまいました。ね、今本当に またこういう状況下で、えー、演奏家本当にあの発表の場っていうのもなかなかねなくて大変な状況ではありますけども、はいまあ、ホールでのね演奏あの、はい、しっかり頑張ってやってください。はい、はい、そしてもう一人村澤君でございますが、はい、なんかいろいろともう毎回動画を <laughs> 見させてもらってますが <laughs>、はい、最近またちょっと新しいいいこと始めたみたみですねはい、そうですねまた、まあ、こういう状況になってなかなか演奏会っていうのがこう企画できないまた依頼も来ないっていう状況が続いてしまっているんですけれども、まあ、それに反比例してこう録音であったりっていう、まあ、ことで対応するってことが増えてきたんですけどもあのよく卓録っていうんですけどあの自宅で演奏を録音して。 送ってってててほしいい頼ままれることがやっぱり年末ぐらいからか増えてきましたそれで、まあ、内容も様々でまで、あ、これ詳細はまだ公表できないんですけど、まあ、ラジオで流すちょっとした長さの音楽だったりとか、まあ、5分ぐらいの映像があるのでこれのために音楽を作ってほしいという、まあ、内容だったりするんですけれども、まあ、その映像音楽の方ではですねあの私マルチプレイヤーとしてまた一つ新しい楽器に挑戦しましてえなんと 先方の注文が尺八と和太鼓でっていうことだったので、はい、あのほこりかぶった和太鼓を引っ張り出してですね <laughs> あの、ものすごい練習して頑張って和太鼓のレコーディングをしました。<laughs> <ん>和太鼓がでも家にあるっていうのがすごいよね。まず普通ないよね。<laughs> 確かにそうなの。まずそこです。でまああのそういう活動であったり、あともう一つすごい嬉しかったのは、あの私の YouTube チャンネルをいつも見てくれてる方から。 面識、何の面識もない方なんですけど、うん、オンラインレッスンの申し込みがあったんです。から 1> <ー>あのあの、1回も会ったことない方のレッスンをする予定が入ったんですけれども、昨年、ちょうど100本動画上げて、なんかそういうところにも成果が現れたのは、すごいい嬉しいなと思ってます。なるほど、はい、やっぱり続けているとね、何かしらそういったものが。はい。 来るということでですねこれはちょっと頑張んなきゃなというふうに思わせていただきましたはいありがとうございますはいさてこれからですねこういう状況下ですけども何か新しいことができないかということでですね新たな活動ということを考えておりますので我々の活動ぜひともですねまた応援のほどよろしくお願いしたいと思いますそれから SNS の方でもですねいろいろまた宣伝していきたいと思っておりますのでそちらの方も応援のほどよろしくお願いしますまた「題名のない音楽会」メディアの方の感想などもですねどしどしお寄せいただければと思っております風雅竹韻ラジオではですねまたメンバーに聞いてみたいことご質問感想などなどございましたらコメント欄や SNS にお願いしたいと思いますチャンネル登録やいいねもお願いします